何してんの？右足だけは一人前の臆病者なんだ。ひと酒売ったのは悪かったけどさ、怯えながら暮らしたんだ。ひと月も、ひと月も借りは返しな。タカが待ってんだよ。あいつのことはもう諦めろ。うまくいかないって。救ってみせよう。例のお侍、酒井仁と申す。これはこれは失礼しました。あっしは検事、信頼と安心の当時で酒売り。そんで島一番の山師、高を浅間浦から助けるのに手を貸してくれるんだってさ。あそこは猛虎だらけ。村を乗っ取られたか。あの壁を越えるのは難儀だな。実は酒の運び手は入れるんだよ。バカ言うんじゃないよ。酒を用意しろ。道すがら策を練る。まずは一杯やりましょ。ゆっくり策を練って。ほら行くよ。村に近づいたら荷車に隠れてください。荷を改めぬのか？ご心配なく、何度も何度も届けてますからね。あっしの酒が口に合ったようで。もっとよこせって。もううるさいの。なんの敵と商いをしておるのか。死にたくなければ酒よこせって脅されてまして。支度できたな。あ、本当にやるつもり？タカのためだから。アザモウラはどのようなありさまだ？歯向かったやつは殺され、生き残ったやつは捕虜にされるか下人にされるか。タカを見てないんだね。ああ、でも火事場で働いてるやつがいるって聞いた。きっとタカだ。二人は知り合って長いのか？アホな子供の頃からさ。酒を作り始めたばっかの時にこいつが初のお客。ふん、飲めたもんじゃないけど安かった。しばらくはタカにも手伝ってもらったんですがね、あいつはどうにも口車に乗せられて酒をやっちまうんだよ。ただでね。もうこだ。はあ、二人とも早く荷車へ。小勢だな。任せろ。やめてくれ、タカに会えなくなる。頼むよ。わかった。荷を調べられるかも。話が違うではないか。様子が変だ。いつもは門のところにいるってなに。軍師兵ボイ、力を入れる。おい、止まれ。ナースだ、ナース。ほれ、酒だよ。酒か。もうすぐですよ。今の叫び声は？いいから黙ってて。タカも同じ目に遭うかも。腕のいい鍛冶屋ならば傷つくこともわかろう。わからないだろう。そろそろです。静かに。まさかうまくいくなんて。ああ、ひどい。きっと誰かが兵を怒らせたんですが、村の半分が焼かれてる。お別れですね。兵に酒を飲ませ気をそらせろ。やってみましょう。無理はするな。酒井様もご武運を。タカが待ってるよ。行こう。終わったら村の外にある辻で待っとります。見晴らしの良い場所を探すぞ。こっちにも敵に見つかったら俺が死ぬんだろう。分かってる。
この上。見て、門のそば。あれが一折の頭か。クズめ。あやつ、捕虜を品定めしておる。タカのところに行くかも。追うぞ。きっと高は無事だ。肝が小さいから。行くぞ。ビーネコリオフコイン。おい、どうした？鍛冶屋のタカという男、手を抜いてるぞ。粗悪なものしか作ってない。やはりね、タカがいる。他に鍛冶屋がいない。わしだって鍛冶屋だ。それにあいつより腕がいい。二人分の飯はない。だからタカを殺す。だがお前も気を抜くでないぞ。あの野郎め、タカがやられる。兵が大勢おるな。人売りを見失う。先に鷹を見つけないと。ユナ、離れるな。抜け道を探す。人売りだ。逃がさないよ。休ませてくれ。タカだ。やめてくれ。姉さん。タカ。何もされなかった。怖かったろう。すぐに立つぞ。無理だ。どうせ捕まる。逃げられやしない。この人は社会人、守ってくれるよ。タカ、信用してくれ。力を借りたい。励んでみます。ではそこから出るぞ。
向こうが見つかった。殺される。隠れましょう。いや、進むぞ。あそこ登れそうだ。これからどこへ。ケンジが辻で待っておるはずだ。あのケンジが村から出られていたらね。馬だ。こっちに来ますよ。草むらに入り身を隠せ。やったな。つけられたか。いえ、でももううちには戻れませんね。あちこち猛虎だらけです。さあ行くよ。アザモウラから少しでも離れよう。お前はいい子だな。夜明けから猛虎を見てない。巻いたみたいだ。行き先を決めねばな。この先で伊豆原を見渡せますよ。疲れたか。酒が飲みたい。あと眠りたい。酒ならいくらでもあるぞ。タカ、寡黙だな。死なないんだってことがまだ信じられなくて。酒井様、助かりました。でも姉さんとはどのように。命を救われたのだ。俺と同じですね。もう体がガクガクだ。小松は山の向こうだよ。具を作れるかもね。タカ、どうだい。もちろん、ご恩に報いるためなら喜んで。ありがたい。タカ、ケンジ、少し休め。すぐに立つぞ。気分はどうだ。タカが無事で安心した。弱っておるが、小松までたどり着けそうか。飯食って寝りゃ元気になる。アザモウラにはまだ捕虜が残っておるな。助けに戻るつもり。村から猛虎を一掃せねば。そうだね。お主らは小松へ、俺は後から向かう。ジェン、ありがとう。